ジュリアンド・ドラグ・ラビエールは、フランス海軍が最後に建造した、防護巡洋艦で、フランス海軍では一等巡洋艦に分類していた。本艦は当初は、防護巡洋艦、ダントルカス島の二番艦の代わりとして、通称破壊船や海外領土警備用に建造が、承認され、名造船艦、エミール・ベルタンにより設計された艦である。基本的に防護巡洋艦、ギシャンを小型化した。 関係だが、同時代のイギリスの防護巡洋艦が1から2問の大型砲と多数の昇降径砲を組み合わせる設計であったことや、ドイツの防護巡洋艦が10.5センチメートル砲を数問搭載するだけの設計であったのに対し、本艦は異なる口径の手法、複砲の混載をやめて水雷艇迎撃用の気砲以外については方向形を統一するという、 一世代進んだ先進的な設計であるのが特徴であった。船体形状はフランス巡洋艦で長らく主流となってきたタンブルホーム式の船体を廃止していた。基本的に高い還元を持つ朝鮮手老型船体で概洋でのしのげなみ性は良好であった。本艦の構造を全部から記述すると艦首から 前向きに手法として 16cm 炭素法が1基を配置、下部に司令塔を組み込んだ露天式の環境構造は箱型とし、その上に短脚式の前、小柱が立つ。環境構造の背後から4本の煙突が立っているが、フランス海軍ではボイラー室を前後に振り分けた間室分離配置をとっているために、煙突は2番煙突と3番煙突の間は広く取られている。 煙突の周囲は関西艇置き場となっており、関西艇用のボートダビット片に4機で計8機立つ。4番煙突から、後ろは後部船橋、簡便な短脚章、後ろ向きに主砲1機が乗る。原則には半円形の張り出しが3箇所設けられ、そこに16センチメートル炭素砲が片源3機ずつ計6機配置された。ありがとうございます。